頑固なほうれい線を消す方法を紹介します。こんにちは、井上です。ここ2年間動画を配信し続けていて、やはりほうれい線は永遠のテーマなんじゃないでしょうか。いろんな方々の顔を見ていて、ここの胸骨筋っていう頬にある筋肉が弱体化していることが結構原因だなっていうのをつくづく感じてます。弱体化して、要はあんまり動いてなくて、しかもこの胸骨筋が収縮したまま固まってしまっている、そういう方が多いので、ここの胸骨筋をしっかりと動かしながらストレッチする、この方法がですね、ほうれい線には一番いいなとさらに感じたので、今日はその方法を紹介するので、ぜひ一緒にやりましょう。まず最初はですね、口の中に空気を入れてぐじゅぐじゅするような感じ、水を含んでぐじゅぐじゅする時のを空気でやる感じです。これを40秒間一緒にやりましょう。いきます、よーいスタート。空気でブクブクうがいをするような感じですね。僕昔水を含んだままやってたらよく怒られてました。もうこれをやっても怒られないということですね。もう一回お願いします。マッサージですから、マッサージをしてて怒られる筋合いがないですからね。めっちゃ決まりますからね。決まるんですね、これ、これをパシッと決めて、胸骨筋を強化してほうれい線をなくしましょうと、それが言いたいわけですね。ちょっと違いますね。それは聞き取れた。はい、40秒経ちました。 OK、 次はですね、ほうを着てベロを思いっきり出す、これをね、繰り返します。40秒間してやりましょう。数えます。はい、よーいスタート。こうやってベロをどうしても面白い顔になってしまう。ベロ出してるだけ。ベロ出してるだけじゃないですよ。ほうしてベロを出すと。ほうしてベロを出すことで胸骨筋が強化されるならいくらでもやりますよ。本当？はい。やってみて。そろそろ皆さんもしんどくなってきてると思いますので頑張ってください。目もね、開けて。そう、まあ、ほうれい線だけじゃなくて顔のたるみにも効きそうですね。はい、40秒経ちました。したら次はですね、こめかみ部分に指3本こうやってこめかみともセットして、上にクン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 とクンクンクンというふうに軽く上げていきます。で、この上げながら口をほのままにする、これも40秒間一緒にいきます。よーいスタート。ほ、この状態でこめかみをグッと引き上げてくる。はい、今日のあれですね、キーワードはほですね。ほ、ほうれい線のほ。ほ、こめかみのところをちょっとこう上に上げるか、顔のここの胸骨筋がゆっくり引き上がるんで、これをやるとですね、すごい顔が上がりますから、ほほほほほと。今何言ってるか聞き取れましたんで、ムンクの叫びみたいな、ムンクの叫びか。ああ、確かに確かに。はい、40秒経ちました。 OK、 したら次が最後なんですけど、一回休憩しよう。すっごい 顔すごい疲れそうですね、これ。顔がすごい疲れた。今までで一番疲れたかもしれない。マジで。次はね、最後なんですけど、ここをですね、思いっきり指をグッとセットする、この頬骨の際のところをグッと押し込む、指をグッと押し込んだら、で、キープ30秒間。ございます。はい、よーいスタート。押し込んで、最後優しめの方ですね。はい、キープします。はい、このただキープするのもでもちょっときつそうだな。これ押さえてるから、はい、すごい疲れも抑えてるからすごい疲れる。ああ確かに確かに、そうですね。でもこれであのほうれい線をこう引き伸ばす効果がありますからね。ああ僕たちの動画がこう世に広まったのも一番最初のほうれい線を消す動画ですもんね。ほうれい線なんだよ、だから。はい、30秒経ちました。 OK、 めっちゃ疲れた。すっごいこれほうれい線マジで顔がなんか小顔になった感じする。そうですよ。このようにですね、胸骨筋をしっかりこう伸ばしたり動かしたりすることでですね、お客さんでも結構前より薄くなったっていう風に言ってくださる方が多くて、シワなんてもう消えないんじゃないかと思われてる方もいると思うんですけど、意外と薄くなったりするシワもあるので、こういう癖筋をですね、しっかりとほぐして、いつも美しく綺麗なあなたでいてください。
このようにアペランス TV では今への経営体操など若々しくいたいその方々をフレードしていってもらう動画を投稿してもよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。角川さんの協力を得てレシピ本を作ることができました。奇跡の美痩せマッサージ。この本はですね、頭の先からつま先まで体全身のお悩みに対して全て解決策が載ってる本になっていて、皆さんが悩んでるどれかしらの悩みの解決方法は載ってると思います。2月2日の水曜日からネットや書店で販売になるんですけれども、ネットで先行予約販売を行っております。この動画の概要欄に Amazon または楽天のリンクを貼っておくので本もぜひ買ってください。本日もご視聴ありがとうございました。